未知空間の恐怖、光る目と光る目を比べてみた。ということで今回取り上げるのは1960年の作品未知空間の恐怖、光る目とそのリメイク作品、光る目です。ウルフ・リラ監督の SF ホラー映画が1960年公開の未知空間の恐怖、光る目で、それをジョン・カーペンター監督がリメイクしたのが1995年の光る目になります。ジョン・カーペンター監督はホラー映画の金字塔といわれるハロウィン以外にも、自身が影響を受けたハワード・ホークス監督のリオ・ブラボーにオマージュを捧げたジョン・カーペンターの要塞警察や幽星よりの物体 X をリメイクした幽星からの物体 X なども有名です。まあ、そんな自分に影響を与えた過去の作品をその当時の現代風に置き換え、さらに自分流に上書きすることが得意なジョン・カーペンター監督が1960年の作品を35年後にどのようにリメイクしたのか、今回は未知空間の恐怖、光る目と光る目を比べてみたいと思います。映画未知空間の恐怖、光る目は1960年公開の SF ホラー映画で、ある日イギリスの小さな村で住民全員が失神する出来事が起こります。さらにそれからしばらくすると、その村の多くの女性が妊娠していることが分かり、その女性たちから生まれた子供はある特殊で不気味な能力を持っているというお話です。で、この映画には原作小説があって、小説は呪われた村、現代ザ・ミッドウィッチ・クックーズというタイトルで、ミッドウィッチというのは舞台になった村の名前で、クックーは鳥の格好のことですが、カッコーには他の鳥の巣に卵を産んで子供を他の鳥に育てさせるという習性があります。このカッコーの習性が物語の内容そのものを示していて、異星人が地球の女性たちに子供を産ませ育てさせ、やがてその子供たちが人間にとって脅威となるという内容の小説で、映画の方も小説と同じ恐怖が描かれていました。で、この未知空間の恐怖、光る目は1960年公開の作品なんですが、1950年代の SF 映画の流れを引き継いでいます。1950年代の SF 映画といえば、冷戦時代の不安や恐怖を反映させていて、自分たちとは違う敵国を異星人や宇宙人として表現し、その異星人たちに攻められる恐怖を描いているのが50年代の SF 映画の特徴の一つでもあります。この未知空間の恐怖、光る目も同じで、ウルフ・リラ監督はどこか自分たちと違う子どもたちを異種として描き、その異種に対して大人たちはどう行動するのかというのが描かれていました。で、この作品、実は脚本の段階から映画会社の MGM は検閲をかなり気にしていました。どの部分を気にしていたかというと、作品の中で村の女性の多くが妊娠をするんですが、その女性の中にはまだ男性との経験がない女性も含まれていて、この描写がカトリック教会の批判を受けることになります。まあ、そもそも異星人による妊娠というこのテーマ自体がかなりギリギリなところでもあって、その点も含め妊娠を扱っていることが批判を受けてしまったようです。ただこの作品を見ると当時の社会の風潮を知ることができますし、ラストは当時の人たちが敵国の侵略をかなり怖がっていたというのが伝わってくる終わり方になっていました。で、そんな1960年の作品をジョン・カーペンター監督がリメイクして1995年に公開されています。日本語タイトルはオリジナルが未知空間の恐怖、光る目、リメイク版が光る目となっていますが、現代はどちらも同じでヴィレッジ・オブ・ザ・ダムンドです。で、リメイク版の物語はオリジナルの作品と同じで子供たちの恐怖が描かれていますが、オリジナルにはなかったジョン・カーペンター監督らしいグロテスクな描写もところどころ用意されていました。ただカーペンター監督のこだわりは視覚的怖さよりも物語の中にあって、監督は子供たちの恐怖を母親の視点から描いています。オリジナルもリメイク版もどちらも主人公は男性で、オリジナル版はその主人公視点、男性視点だけの話で、子供を思う母親の描写はほとんどありません。
主人公の妻を演じた女優さんも、母と子供の緊張をもっと描けば現実感がよりましたと言っていたそうですが、オリジナル版は原作小説通り主人公視点のままの物語になっていました。一方リメイク版はジョン・カーペンター監督が女性視点も交えた物語、母親視点の描写をたくさん描こうとしていて、リメイク版だけに出てくる女性教師がその母親視点の代表でもあって、主人公の父親視点と女性教師の母親視点の両方の目を通して子供の様子、不気味さを見ることができるようになっていました。さらにジョン・カーペンター監督はオリジナル版との違いとして、中心となる子供を2人にしています。オリジナル版では主人公の子供1人が中心でしたが、リメイク版ではリーダー的存在の女の子以外にもう1人人間的な男の子を登場させていて、この人間性の部分がリメイク版のテーマになっていました。で、それがエンディングにもつながっていて、リメイク版はオリジナル版よりも希望のある終わり方になっていたような気がします。この感情があるかどうか、人間的かどうかというのがジョン・カーペンター監督がオリジナル版との違いを出そうとした部分で、オリジナル版が冷戦時代の敵に対する恐怖を描いた作品なのに対して、リメイク版は反社会的で他の命を単なるものとして扱う当時の傾向を物語に反映させています。カーペンター監督自身、現代人が抱える問題を典型的な SF のストーリーに付け足していると言っていました。なので、1960年と1990年代の社会問題を反映させているのがそれぞれの光る目で、2つの作品は同じ物語ですが、子供たちに反映させているものが違うので、両方の作品を見比べてみると、それぞれの時代の人たちが感じていた恐怖を知ることができるんじゃないかなと思います。あと、異星人がやってきたという物語の中で、異星人を見せずにどうやってその不気味さを演出するのか、そのテクニックは2つの作品で違っていますので、その違いを感じながら作品を見比べてみるのも面白いと思います。ということで、今回は未知空間の恐怖、光る目と光る目についてのお話でした。